それでは行きましょう。準決勝に進出です。OK。 そして DJ はザイから DJ コペローにチェンジします。それでは準決勝第1試合のビート DJ コペローを聞かせてくれ。みんな乗っちゃっていいんだぜ。 OKOK。 それでは行きましょう。準決勝第1試合、母の子宮 VS エース。それでは出てきてください、エース、母の子宮。先攻は母の子宮、後攻エース。8小節3本、勝った方が決勝へと進みます。いきましょう、レディーファイ。2代目モンスター、モンスター就任してから曲全然作ってないの、なんでなんですか。自分の音源出せて自分で気づいちゃったんじゃないんすか。客演呼ばれてねえし、客演呼んでる曲しか聞かれてねえ。はいはい、曲出しても誰も知らない人いるのはなんでですか。曲を出してるけどこの曲知ってる人いますか。いないみたいですよ。あなた曲を出したことあんの。あるよ、なんか25日目のクリスマスだっけ、戸川君と一緒にやった、あれは2013年よ。中山秀と林家三平足して2で割ったぐらいつまんで、商店で一番いらないやつみたいでポーチション降りろ、落ちそうなるステージ、ステーキにしてく、いきなりさ君の言葉耳鳴りだ。え、耳鳴りっていきなりさ、お前の方が耳鳴りじゃん。ドナルドダックかお前か分かんなくなっちゃうわよ。まあいいよ、だけでも与える好印象、お前がずらすぜポーディション、ぶっ殺してやるコンチクション。ドナルドダックじゃねえよ、ドナルドラップになるってみんな言ってんだ。解放さす台本ある大根役者のラップ、俺に噛まれたらゾンビになる、君に噛まれてもラッパーになれねえ、つまりダッセーやつの遺伝子、ぶっ殺してここでイベンジ。Hey、 何がリベンジ、絶対させない心配ねえし、 S 君はラップ世界危険時、分かるかお前が勝てねえし。まあいいよ、 Don't stop、 見た目はすでにモンスターだけども、しとけよトンズラ、ここは A ちゃんのホームじゃん。あい、終了。それではジャッジに入ります。先攻母の子宮、後攻エース。まずはエースが1ポイント。それではジャッジのお二人お願いします。赤が母の子宮、青がエース、レディージャッジ。青、青、勝者エース。母の子宮に大きな拍手を。子宮さん、いただけますか、一言。聞いてください、ロン毛の本で小説出したんで、本でも読んで、この後物販でこの計算の間違ったキャップを売ります。売ります。これが本当セールアウトです。 ありがとうございます。母の子宮に大きな拍手をお願いします。さあ、そしてエースは決勝へと駒を進めました。決勝戦でエースと戦う MC はどちらになるんでしょう。準決勝第2試合、 DJ ザイに代わりまして、 DJ ザイ2試合目のビートを聞かせてくれ。うーん、イエー、間違いない。それでは行きましょう。先攻 T タング VS 高校ベース。T タング VS ベース。こちらの勝負、勝った方が決勝へと駒を進めます。8小節3本勝負いきましょう。レディーファイ。よ、全部先行問題ねえよ、全部先行問題ねえよ、こいつにキングはもったいねえよ、おめえじゃなれねえ東海帝王はラップ、ええ調子どう、今日もぶっ飛んでハイなんて調子はどうだよ、単なるジャンキー口ほどじゃない、汚ねえヒゲ面首ごと伐採、こいつもただのシラフ、俺はシラフに吸い込む、ウィー、こいつは一緒に吸わない、やめたとか言って4月20日には吸ってるらしい、
嘘つき、こいつはライアー、ビッチはバイパー、俺なら買ってやるぜそのダッチ、ビッチもどっちもどっちでも俺はリッチ。別に嘘はついちゃいない、年一くらいのペースが調子がいい、壁に耳あり、障子に目あり、ポーカーフェイスで所持しなめあり、夕焼け小焼けで日も暮れて身を伏せて気をつけ火をつけてバッ飛ばす雲の上、毎晩ノートを黒く染める、壁に耳あり、障子に目あり、俺のポケットに目あり、素敵な絵じゃなく夢を見せせてあげるし、神神でも神が舞い降りる、常駐しょっちゅう胸中は歌えない、食らわせたい D タンよりもでててててて、いや神が舞い降りる、ただのジャンキーのザレ言、男女見たクソバカじゃねこいつ、ウィード大好きウィード大好き、まあそれでもいいんじゃない、あんたのスタイルポッケに入ってるマリファナビスケット、今宵はマイクで何から見つける、キングオブキングスマニパワーリスペクト、詫び入れなけりゃ相模川沈める、そうポッケにビスケット D タン、ちょっと落ち着け、俺は落ち着ける MC で落ち着け、足つかない、わかる、思いじゃ無理倒すの、あーはー、ラタタタ乗っかってく踏んでるステップはピッチより軽いし、かなりテキイージ、ピッチも切っちゃう手首ウィーゼー、終了。それではジャッジに入ります。先行ティータング、高校ベース、もう一度聞きます、先行ティータング、高校ベース、まずはティータングが1ポイント、それではジャッジのお二人お願いします。赤がティータング、青がベース、レディージャッジ、勝者ティータング。いや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 、いやシラフ清。いやいやいや、ベースさんどうぞオンステージで。いや俺も最近シラフを操るようになってて、そうそうシラフでいることが多くて、いやでも電話が鳴ることも多くて、そう今日はみんなに見えないところにいっぱいヤバい人たちがいるんで、もし君にも見えたら声かけてみてください。あと分かりやすく物販スペースに俺の鼓膜で決まるセレブドラッグ売ってるんで、お願いします。ありがとう。そんなの売っちゃまずいだろ。ありがとう。ありがとうございます。レストラージベースにもう一度大きな拍手お願いします。さあティータング見事決勝に残りました。それではエースも呼び込みましょう。エース舞台の上お願いします。決勝戦はこのティータング VS エースとなりました。それではまず決勝のビート、 DJ ザイ決勝ビートを聞かせてくれ。イエー、ビガップなメタルマン、このビートを決勝のビートとします。それでは先攻後攻のじゃんけんお願いします。えい、それではいきましょう。2019シーズン東日本予選第1回決勝戦、先攻ティータング後攻 S、 8小節4本で戦ってもらいます。いきましょう、レディーファイト。よーキザルもベースもクッパも全員に比べてマジで噛み応えがねえ黒人、ねえ黒人、ねえ黒人、シャルルどこ行ったんだよてめえよ、クソ野郎だぜこいつマジで、子供ほっぽろかしてここで何やってんだよ鼻クソ笑わせんな、あれ別れたんすかエースさんとシャルル、マイクロフォンで見せつけるぜエルム街の悪夢。いや別れたよ、多分他の男にも抱かれたよ、関係ねえよ構えたよ、お前身構えろそこに習えアホ、女の名前出して決勝で勝とうとしてる卑怯な奴にてっぺんは取らせねえからよ、子供はほっとかねえ、誰よりも売れてテレビでお父さんだよって言わせんだよバカ。いや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 、ライブダサすぎじゃねえ並べアホ、みんなでこのクソ野郎は鼻で笑おう。大
したことねえ。二代目の中でも鼻くそ、お前だけ器がちっちゃいんだよ。俺も出てきたぜ、こないだテレビの中。あの時はごめんね、エネミーとマスター。わっさ、NG ワードなしの MC バトル、こっちとらレベル KNG ダボ。いや、お前テレビとマジで変わんねえな。全然騒がねえし、お前インばっか踏んでアピールしてばっかだよ。だからレッコにワンパンで沈められてんじゃねえのか。よく出てこれたらバカ野郎。因がダサくてもいい、おめえには勝てるよ。人間自体がダサいやつには負ける気がしねえよ。かっこよさ、音源すべて本で立ってるだけでセンスを見せつける俺よ。こいつのライブクソダサいから見てみ。みんな鼻で笑ってるよ、神奈川の MC は。お前トリックもできねえのか。ベースと言ってけよ、スノーホワイト。エロンさん俺を呼べよ、スポットライトは。ここで飛車角大手、どっちがやべえかは一目瞭然。一生渋谷でサイパーやってる。あともう一個ルイスどこ行ったんすか。ルイスはさっき電話あった。今入院中だってよ。お前がやめた薬やりすぎて入院してるらしいぜ。これが新宿のリアルだよ。兄貴はつれえよな。都合の悪いと審査員に行く悪い子。でも大丈夫、ありがとうございます。筆者各大手関係ない。今年呼んでいただきました、スポットライトエローさん、どうもありがとう。お前はまだ呼ばれないぜ。みんなでも取ってブラジル行って感じでも水滴だよ。いや、すまねえよ。俺別に彼女ブラジル人だし。エアンポッセ、モヒーしんどけよ、鼻くそ。分かっちゃいねえな。ルイスがどうのこうの、お前が呼ばれたとしても絶対にかませぬだろ、こいつ。分かってねえな。勝たせる、かませぬ。今日の優勝、俺がいただけてる、バンザールセイヌ。いや、お前じゃまだ早いな、鎖キング。こいつが取るのは豚、黒人に真珠。いや、黒人に真珠。お前はどこに銃。何がアルセイヌ、すぐターンするマルセイユ。これができる奴はいるか、俺がかませぬ。待て、お前はすでに負けている。笑わせる、何をするか。お前さ、テレビの話とかいろいろあったけど、サバンナ、サバンナじゃねえんだ。これは過酷なサバンナ、ジャバンじゃねえんだ。俺がナンバーワンだ、わかるか、ジャパンが。終了。それではジャッジに入ります。皆さんどちらかに決めて、どちらかに大きな声をお願いします。先行ティータング、後攻エース。もう一度聞きます。先行ティータング、後攻エース。これはドローです。皆さんのジャッジはドローです。さあ、スペシャルジャッジのお二人、どちらか決まっているでしょうか。赤がティータング、青がエースです。お願いします。レディージャッジ。青、ドロー、延長戦です。先攻後攻が入れ替わります。先攻はエース、そして後攻がティータング。延長ビートも変わります。決勝戦の延長ビート DJ ザイ聞かせてくれ。さあ、この試合で決まるんでしょうか。先攻エース、後攻ティータング、決勝戦8小節4本勝負、レディーファイト。が合わされた照準、指導したス猛獣、片付けるで教授、みんなで共有、キビカルでフォーユー、プレゼントフォーユー。お前俺に負けたらその後どういう。Yeah、つまり KOK、 何言ってんだ、ニヤニヤしながらよ。首吊り自殺の準備は準備万端、わかるか、街中もエース君の空気なんだ。よう、これがエース君の空気なんだ。渋谷サイファーに集まったウンチラッパー。あいつらのライブ見たことある。おめえヒップホップ何教えてんのか分かんなくなるくらいダセーよ。分かっちゃいねえな、よくそれで勝ちこたえたね。ホントに全員と比べて噛み応えがねえ。おい、相手じゃねえ、スポットライト呼ばれても何呼ばれてもかわせぬだ、おめえはよ。おめえよ、俺の仲間や周りの女の名前ばっか出して産を上げてんじゃねえよ。ふざけんなよ、噛み応えがねえな、おめえだろ。さっき何お前地元の先輩の名前ばっか出しやがってよ。自分で勝てねえのか。俺の仲間が出せ出せ関係ねえ、おめえの方が100倍出せ。俺が胸を張っ
って言ってやるで。渋谷サイファー死ぬまで続けてやるよ。いるなら今。いや死ぬまで続けてる割には最近渋谷で見ねえけど、テレビでお忙しいんですか。お前が出ちまってるよ各メディア。俺は神奈川からの革命を起こす革命家。わら俺が革命家、ラッパー DJ トラックメーカー全員パクられんな。わ言いたくなったよ今の原因よ。言葉のウェイトが違いすぎる。ウジの代わりにウェイよ。ウェイよスウェイよ上の向こうへ。渋谷で見ないとお前神奈川にいるから見ないだけなんじゃねえのマダファが。いや何が単なる革命か。うるせえミトコンドリアかその辺のちっちゃいバクテリア。俺からゲリラ戦言葉の爆撃だ。この場所客席もボカンと上がるべきで。いやいや俺がバクテリア、こいつはそこらの乗算がたかった101匹のダルメシアン。嫌になっちゃうねそんな感じ。俺は鎖グループよりもビッグアップを送るぜダースレイダー。いやあのおじきにはマジで世話になった。だからその分俺は今日全国に行くぜ。わかるだろ、レプリゼントカムからシーサイド湘南、とっとと浮き上がるワック小さいプロッサー。いやいや実際ご冗談、また人の名前ばっか出してるよ。決勝戦なめんなよお嬢ちゃん。名前出さなくても背中に映ってる人生のヒストの今ここ、これがリアルだろ。投影されてんだよ照明。あれいなくなってるどこだろう。あ俺の後ろ背中追っかけてこいよダルメシアン。男は口じゃなく行動で語るべきだ。お前の背中を追っかけんならさっき言ったかっけえ先輩たちの背中をたどります。わかるだろ、俺が今日は KOK に名を刻む鼓膜に侵入ライカーアノニマス。レベルが違え、人の名前出したのはビッグアップしてる奴らの名前を出したんだよ。ダースレーダーも見なくなった。だけどあいつらの分割だから名前出したのはおめえと一緒にすんなよフェイク。終了。それではジャッジに入ります。先攻エース後攻ティータング。もう一度聞きます。先攻エース後攻ティータング。まずはエースが1ポイント。それではジャッジの2人お願いします。赤がエース、青がティータング。レディー、ジャッジ。赤、勝者エース。ティータングに大きな拍手を。まずはじゃあティータング、一言皆さんにありますか。ファック。ナイスファック。ありがとうございます。ティータングに大きな拍手を。そして2019シーズン東日本予選第1回ファイナリストとして一番最初に切符を手にしたのはエース。エースおめでとうございます。それではそうですね、この戦い振り返ってみましょうか。じゃあエロンさんお願いします。いやあ振り返りますか。お願いします。まあやっぱり強かったですけどねエース。はい、はい、女の下り出されてその女の下りを返すあたりとかすげえかっこよかったですけどね、はい、やっぱりこう、はい、ブリブリになってます。大丈夫ですか。いやブリブリになってないですよ。大丈夫です。エースのラップがやばすぎて、うん、エースのラップがやばすぎて、はいはい、強すぎた。あのよくないですかその女ネタをされて、はいはい、もう今他の男にも抱かれてるよみたいな、それをステージ上でこうパシッと言えるっていうのは結構かっこいいなと思いますけどね。なるほどなるほど、はい、あこうパンチラインやったかなと。一応あの勘違いないように多分ってのがついてるんで事実確認して多分なるほど。そこもね切なさを感じるところでいいかなと思うんですけど。ありがとうございます、はい、カンさんお願いします。まああんまり陽一をかけるように人のプライベートをねこうあんま言ってほしくなかったですけど、まあなんかクッキーとか食ってブリってんのかなと思っちゃいますよねそういう目されると。まあだけど本当今のファイナリストになって、うん、まあこう見えてハイな人がここにいるけど、うんうんうん、まあこれでファンが増えるよもっと。そのぐらいかっこよかった、うん、ありがとうございます。初めてかもしんない俺がかっこいいと思ったのお前を。、うん、そんなことないんじゃないですか。
いや結構そんなことあって、なんかこういつもうるさいの良くないよって言ってたんですよね。あまあ、あのお前のあのわーってやるの良くないぞみたいな。はいはいはい、それがなかったら結構クールでかっこいいと思ってたんですけど、はいはい、まあ今日はそれがあってもまあちょうどいいそういう感じのあーで、うん、まあなんか顔もまあそういう感じになってきたのかなみたいな。はいはいはい、まあ可愛い顔してますね。はい、はい、ありがとうございます。それでは表彰の方をさせていただきます。キングオブキングス東日本予選代表エース様、あなたはキングオブキングス2019グランドチャンピオンシップファイナルへの出場を見事に勝ち取りました。決勝大会は2020年1月の11日に豊洲ピットで行われる予定です。この度は決勝進出誠におめでとうございます。イエーイ、レペゼンサウンドラックエースに大きな拍手。いや、ちょっとエースさんと軽くセッションなんかさせてもらってもいいですか。ちょっとウィーニングラップってことで。はい。いや。ブン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 。いや。111111うるさい言葉は言いたくねえけど、1月11日なら俺がみっちりと1位を取るから、みんなびっしり来いよ。言わせてもらうぜ正直、仲間たちはいなくなったり、また繰り返すこの何年間、正直残念なこともあるけど絶対勘弁や観念はしないんだ。俺らは病気、ヒップホップの狂気ってやつに憑依されちまったみたいだぜ。そしていつか立つんだ頂上。Hey, 男子も女子も10年後きっと忘れちゃいないだろう。今日という日、明日という日、揺るぎない握ったマイクロフォンという剣。 Hey yo, マスターのビート、言いたいことがあるなら一つだけ、俺はいくつになっても変わらねえ。ヒップホップに幸あれ、I got a way we know。 イエーイ、見事東日本予選第1回を制したエースにもう一度拍手を。イエーイ、ありがとうございます。いや、見事エースが勝ち取りました。皆さん、グランドチャンピオンシップぜひ足を運んでください。